バンクス松は、松か松族の樹木である。松か松族に属する、松の一種。松族の中では福井カンタバー属に分類される。以下の一種類の松との間に雑種が確認されており、比較的近縁であると考えられている。この他に、バージニア松、テイダ松、黒松との間で交雑したという報告もあるが、いずれも正確な確認が取れていない。 学名ピヌス・バンクシアナの種称名バンクシアナは、イギリスの著名な植物学者、ジョゼフ・バンクスに由来する。和名もこれに由来するバンクス松が、一般的。北米大陸北部、ロッキー山脈伊東のカナダの広い範囲を呼び、アメリカ合衆国北東部のミネソタ州から、メイン州にかけての地域を原産地とする。 カナダにおいては最も広い範囲に分布している松。本州は広く分布しているが、連続して分布していない。カナダにおいては、オンタリオ州で最も個体数が多く、アメリカでは、ミネソタ州、ウィスコンシン州、ミシガン州一帯に最大面積を持つ分布域がある。分布域の東部では、海洋性気候であるが、他は大陸性気候である。夏は、 暖かいというよりも涼しいくらいで冬は、とても寒く、降水量は少ない。1月と7月の平均気温はそれぞれ、低、摂氏30度から低、摂氏5度と摂氏15度から摂氏20度ほどである。1年を通じての最高気温は、摂氏30度から摂氏38度で、最低気温は低、摂氏20度から場所によっては低、摂氏45度にまで、下がる。 年間平均気温は低、摂氏5度から摂氏5度である。分布域の北限は、年間最高気温摂氏30度の等温線と、ほぼ一緒である。分布域の北限は、永久凍土地帯である。年間平均降水量は場所により250ミリメートルから1400ミ、mm、リメートルであるが、400から900ミリメートルの範囲に収まる場所が、多い。 このうち雨は150から650ミ、mm、リメートルである。降雪量は低いところで80センチメートル、高いところでは5メートルに達するが、一般的には100から250センチメートルの範囲の場所が多い。夏場の乾燥は分布域の中南部や西部の一部では一般的である。霜が消えるのは地域によって4月下旬から7月上旬であり、最初に 霜が降りるのは8月中旬から10月下旬である。このため霜の降りない期間は短いところで50日弱から長いところで半年ほどである。多くの場所は3ヶ月から4ヶ月程度の範囲に収まる。分布域の北西から南東にかけての地域では、一般的に気温と降水量、霜が降りない期間は増加している。 土壌ではとても乾燥して砂や砂利で構成されるような他の植物がとても生きていけないようなところでも生育できる。だが本種が最も成長できるのは水はけの良い肥沃な砂地で真夏には地下水面が地表から1から2メートル程度のところにあるところである。アルカリ性の土壌は好まないが根に金根が形成されていれば 石灰岩のようなアルカリ土壌でも生育する。工術のように火災に適応した松であり、火災の頻度が高いと条件が悪くとも優勢となり得る。火災が頻発していたカナダ南東部のある地域では、水はけの悪い粘土質の土壌が広がっているが本種は生育しており、特に栄養豊富な乾燥気味の場所では、競合種のレジノーサ松よりも優勢であるという。 コントルタマツと並び北米の松としては最も北に分布する種類である。コントルタマツの分布の中心はロッキー山脈よりも西側で、本種とはロッキー山脈近くの一部で分布域が重なる。前述のように両者は自然状態でも雑種を形成し、カナダのアルバータ州、中部や北西部で見られるという。サスカチュワン州にも所々ではあるが、 分布しているという報告がある、口述のように、木材生産用の樹種としては、あまり重要視されず、他国への積極的な移入は行われていない。日本では、東北や北海道を中心とした比較的寒冷な、場所の円周林、植物園や公園で、少数の生態を見ることができる。成木の樹高は9から22メートルと幅が大きい。条件が悪い場所では、 成長が悪く、低木並みのところもある。樹幹は不規則で、四方八方に枝を伸ばすことがしばしば見られる。樹皮は、白っぽい灰色で臨場に荒く裂ける。に針葉松。針葉は2枚が、束製する。葉の長さは2から4センチメートルとかなり短い。これは、赤松や黒松は元より、 ヒメコマツの葉と比べても短く松属ではなく、モミ属やツガ属のそれを思わせる。葉はわずかに湾曲しており、色はわずかに黄色みを帯びた緑色。他の松同様、本種は私有同種であり、芽花と雄花は同じ株につく。卵型の芽花は、樹幹の上の方の一年生、もしくは二年生の枝に形成される。 お花の樹幹の下の方の三年生の枝に形成される。休暇と枝との接着は強固で、地上に落ちずに何年も樹上に残る。このために木の枝には一年中たくさんの休暇がついていることが多い。休暇をたくさんつけている点は、リギダ松やコントルタ松など火災に適応した他の松とよく似ている。特に、 コントルタツとは分布域が一部重なり、形態的な特徴や球果が熱で開く点も似ている。葉の長さは本種の方が短い。球果については、コントルタツは凹凸が目立ち、本種の球果は滑らかな点に違いがある。球果の大きさは3から5センチメートルで、形はまっすぐなものから、曲がたまのように湾曲したものまでいろいろな形がある。 小さい時には、トゲがついているものの、離れやすく、実が熟す前には、大抵取れてしまう。一つの休暇に入っている種子の数は15個から75個まで、幅がある。強く湾曲している休暇の中の種子の数は、まっすぐなものに比べて少ない傾向がある。種子の発育不全は、休暇の形と関係があるという研究があり、 内側に向かって湾曲している休暇は外側に、湾曲しているそれに比べて2倍の発育不全があるという。一つの休暇の輪辺は平均80枚以上であるが、その中で種子を含むのは休暇の先端の型のわずか1、3の輪辺だけである。休暇及び種子の量を左右する要因はたくさんある。受粉の時に雨だと血実が悪くなり、種子の数が減る。 休暇や種子の発育不全も原因になる。しかし、一番の損失は中外を受けた結果の発育不全である。健全な休暇であっても枝についている規模の方は、発育不全の種子ばかりであり、小さな破片でしかない。休暇と種はいくつかの指標でその量比を判断できる。具体的には、休暇の色、大きさ、乾燥重量と生態重量。 比重、臨片の色、種子の色、種子の中の溶岩の長さなどがあり、これらの情報から、種子の成熟具合を決めることができる。ウィスコンシン州北東部において、旧華と種子の成熟具合を示す、最も優れた指標となるのは、旧華の色であり、75%が、茶色で臨片の内側は赤みを帯びた、茶色、種子は、暗褐色もしくは、 黒色で休暇の含水率は、生体重量で45%以内のものが望ましいとされる。これらの休暇と種子の成熟指標が現れるのは、リスが種子を集め始める9月上旬と、ほぼ一致している。良い休暇の比重は成熟後しばらくは1よりも大きく、最短でも2月頃までは1よりは小さくならない。このために、水線は、 本種の休暇と種子を判定する方法としては、不適である。山火事の発生が更新を促す、熟した休暇。固く閉じられたままで火災を待つ開花と、実つぼみの形成は、当年生の枝で行われる。ウィスコンシン州北部においては7月下旬から8月上旬に、始まる。尾花の元気は7月上旬ないし中旬には、形成されるが、 芽花は8月まで形成されない。9月上旬までに、オ花元気は約1ミリメートルまで成長し、この大きさで冬を越す。春になると成長を再開し、花粉を飛ばす。直前の5月中旬から6月上旬には約5ミリメートルまで成長する。急激な成長は、花粉の飛散と共に起きる。 花粉の散布時期は天気に左右されるために年によって大きな変動がある。受精は受粉の約13ヶ月後に起こる。これは休暇が最大のサイズになる頃である。本種は花粉を風に乗って飛ばす風媒花であり、普通は多個体の花と気分をする。しかし25%以上、稀にもっと多い数の花が自家受粉にしてしまう。 旧家とその中の種が熟すのは受粉した、翌年の成長期の終わりである。前述のように火災などの熱がない限り、この旧家は開かず、種子を散布することはない。旧家は地上に落ちずに木の絵に何年もとどまって、火災が発生するのを待つ。樹皮の厚さは中程度でありそこそこの火災には耐えられる。本種で、特に有名なのはその旧家の構造であり、 強い熱を受けない限り開かないということが知られている。これは樹脂による接着のためで摂氏50度以上の強い熱にさらされると樹脂の接着が剥がれて開く。このような条件になる典型的な条件は火災である。しかしながら低い枝につく休暇は気温が摂氏30度程度で開くことも可能である。 加えて気温が逆に低く摂氏45度以下に低下した時も休暇は開く。これは休暇を接着している樹脂の性質による。発芽と成長他の末同様、発芽の時に使用は地上に出てくる。公的条件下では大抵15日から60日かかって発芽する。しかし、中には100日以上かかるものもある。適度な水分がある森林の条件の場合、 気温が摂氏18度に達した時に発芽する。発芽には温度だけでなく光も関係していることが知られている。連続して光を照射した場合、摂氏16度から摂氏27度の範囲で正常な発芽が見られた。反対に光を遮断するとすべての温度において発芽率が著しく減少した。火災跡地や伐採跡地で適度に光を遮る。 切り株や倒木は地表温度の上昇や乾燥を緩和して発芽に良い影響を与えていると考えられそのような場所では元気な苗が見られることも多い森林での条件において未生苗は最初の3年間は成長が遅いが4年目と5年目には早くなり始める1年生の苗木は受光5トル程度だが2年目には1 5トル。 4年目には30から90センチメートルになる。人工林において2から0年の未生苗の早期、成長はもっと早く、ミディアムサイツにおいては年間30から45センチメートルも成長する。本種は特定の成長条件下では、ほとんどの他の松よりも早くに花をつけることができる。苗床で最適な条件に近い成長条件で、 生育させたところ、ごくわずかな割合ではあるが、はしごわずか12ヶ月で、雌花を形成することができた。一方で、雄花は、同じ条件で実験しても4年生になるまで、誘導できなかった。個体間の距離を2.4メートルに設定した若い、人工林をでは、最初の8年間で1ヘクタールあたり286万粒もの、充実種子を貯めることができる。 天然状態ではさらちから更新したような、開けている場所の場合で5年生から10年生ぐらいで、花をつけ始める。林間が閉塞しているような場所だともっと遅い。本種は、天然の条件下では、挿し木や、継ぎ木等の無償繁殖を行うことはないが、これらの方法でも増やすことはできる。挿し木では、若い個体から挿し穂を作ると、よく発根するが、 サしホの樹齢が上がるとともに発根率は急速に低下するという報告がある。4年生の未生苗から作ったサしホは75%が発根した。しかし6年生のものでは7%、10年生になると5%しか発根しなかった。火災によって更新を図る本種であるが、若い個体は早春に起こる火災に弱い。 厳しい乾燥によっても多くの個体が死んでいき、特に粗雑な土壌で顕著な被害が出る。ミネソタ州北部で約4ヶ月にわたる乾水が起きた、結果、樹高1.5メートル以下のすべての個体、及び樹高1.5から3.7メートルの個体でも55%が、枯死した。土壌は発芽の出来を左右する大事な要素である。 ミネソタ州北部において土壌の違いによる発芽率の違いを比較した。本種の林を全部伐採したところと一部伐採したところの2カ所で発芽率を調べて土壌ごとに平均するとミネラルに富む土壌では60%、腐食の焼けた土壌では49%、腐食を取り除き日陰にした場所では47%。 腐食に何も手を加えなかったところでは17%だった。群落を構成する他の樹木は本種の発芽、成長、生存に影響を与え、これはアレロパシーの影響ではないかという見方がある。苗木にとって最適な条件はミネラル豊富な土壌であり、火災で競合種が壊滅的な状態になった場所である。地下水面は高く、少しの日陰があると良い。 乾燥気味からやや湿った場所では次のような樹脂と混成する。クワークスエリポイダリス、旧マクロカルパ、レジノーサマツ、ポップレスグランジデンタタ、アメリカ山ならし、アメリカシラカンバ、クワークスルーブラ、ストローブマツ。アメリカ花の木、バルサムモミ、白頭皮、黒頭皮、アメリカカカラマツ、ポピュラスバルサミフェラ。分布域の北限。 北方林付近においては、特に、P トレムロイディーズ、アメリカシラカンバ、バルサムモミ、クロトヒなどと混成する。もう、少し南に行った北部の森林では、クワークスエリプソイダリス、レジノーサマツ、ポップレストレムロズ、B、パペリフェラ、バルサムモミなど種類が増える。これらの競合種は、山なら種類、アメリカシランバ、レジノーサマツを除けば、本種よりも、 仮想を占有することが多い。アメリカ合衆国北東部並びに、これに隣接するカナダでは、前述の種に加えて、クワークスアルバ、ブルーネスペンシルバニカ、ベッチュラポピュレフォリア、赤頭皮、リギダマツなどとも混成する。若い苗木は、双本、肝とを問わずに光を求めて、競争を行う。本種は、典型的な幼児であり、 光を遮られることはすぐに古史につながってしまう。マニトバ州とサスカチュアン州の粘土質の土壌では、山なら種類や、橋場み類と競合するが、結果はかんばしくなく負けてしまうことが多い。マニトバ州の西部でも似たような土壌でありここでは、双本と競合する。本種は成長してもほとんど林管を閉塞させないので、林内は明るい。また、葉を落とすことにより、 土壌が酸性に傾く。このために日当たりと酸性土壌を好むブルーベリーが仮想植生としてたくさん生えていることがある。生息数が減少しているカートランドアメリカムシクイはミシガン州ローアー半島北部のごく限られた地域にある本種の若い順輪で繁殖する。山火事が発生すると人間に消化されてしまうので。 本種が十分に更新できず、若い森林が形成されない。このために最近は、ある程度の面積を海抜と苗木の植栽を組み合わせることによって、この小鳥の住処を確保している。松を餌とする動物はたくさんおり、増林状の害獣となる種類も多い。オジロジカは、樹高2メートルぐらいまでの若い個体を固しさせることがある。漢字金ギによる食害は、 大きな被害をもたらすこともあり、特に強硬直径4センチメートル未満の若い個体が密集していると激害になることがある。動物による食害の中でも中でも特に被害の大きいのがアメリカアカシカ、ケルブスカナデンシス、北米でエルクといった場合はヘラジカではなく本種を刺す。によるもので幹や低い場所につく枝の樹皮を灰で食べてしまうことで、 カナダのマニトバ州西部などでは深刻である。樹皮を剥がされた個体、特に環状に樹皮を剥がされると、本種に限らず枯死してしまうことはよく知られており、巻きシと呼ばれる。山嵐による食害は、事例の高い林地で広範囲に当たり被害をもたらすことがある。たくさんの昆虫が、松の様々な部分を食べて、生存を左右する。以下に、主な昆虫を挙げる。 根を先行してしまう昆虫は、ゾウムシの仲間であるハイラビアスペール、H レディシス、H リゾーフフェガス、H オーニーなど。枝や幹を先行してしまうのは、ゾウムシの仲間ピソーズアプロキシマタス、ピーストロビー、ヤーリーの仲間フォーミカエクシーケディーズなど。葉を食べるものとしては、松の木ハバチ、N。プラティバンクソニ、N スウェナイ、N リカンティ、N デュビアサス、N。 ナナルスナナルス、ディプリオンシュミラスなどがおり、これらはミナハバチの仲間である。他にもコガネムシの一種アノマラオブリビアやガの仲間ポケサラロバステラがいる。アルギロテニアタブラナ、エソテリアピニフォリエラ、ゼルレアハインバチなどは信用に潜り込んで葉を食べる。このために、英語ではニードルマイナーなどと呼ばれる。根を食べる者にはコガネムシか。 コフキコガネアカフィロフィガ SPP を中心に、サシードマエア・リクシー、C ・ピニャーノピスなどがおり、カイガラムシには、ニュークラスピス・カリフォルニア、シュナスピス・ピニフォリエ、チューメーラ・パービコーニーズ、アフリフェラ・パラレラ、A、サラトジェンシス、ペニアス・カルラデンシスなどがいる。他の多くの松と同様、いくつかのキノコと共生し菌根を形成することが知られている。 菌根の形成により、水分や栄養分の吸収能力の向上、菌糸の生産する化学物質による病原菌からの保護などが利点として考えられている。一方で、いくつかの菌類は松に寄生し、病原性を発揮する。フェロナスピニ、海綿竹、タケ、ツガサルノコシカケナラタケや松の根口竹タケである。特に海綿竹タケや松の根口竹タケが引き起こすものは、 ネカブゴコロフ病、ナラタケが引き起こすものはなら、タケ病といい、本種に限らず多くの樹木で問題になる。本種が若い時にかかる、主な病気には、以下のようなものがある。歯のサビ病は、カレスポリウムアステロムが原因であり、発症すると落葉する。ディプロディアピネアやサーコッカスストロビルネスや苗床に、いるような若い個体でどうカレ病を引き起こす。 グレミニエラ・アビエンチナが引き起こす腫瘍病は苗床や若い植林地で大きな被害をもたらし、この病気に対応する術を持たなかった時代には、激害地に植林すると平均40%余りの苗木がこの病気で固死していた。この病気は、信用の付け根を黄色くするのが外見的な特徴である。なお、同じ菌による病害は日本でも問題になっている。 特に、北海道のトドマツで問題になっており、トドマツエダ枯れ病の名を持つ本種は、成長が阻害される程度から、大量死を招くものまで様々な種類のサビ病に感染しやすい。これらは、苗床で蔓延することが多い。クロアルキウムコントネが引き起こす発信サビ病は時に、多くの苗木を起こしさせる。この菌は、松と、 山桃科の低木コントニアペリグリーナとの間で交互に感染して過ごす。この病気は年取った個体には影響を与えない傾向がある。もっと流行しているのはシーカーキュムを原因としならるいと交互に感染するサビ病で英名をイースタンゴールという。ひどい時には50%近くの苗木がこの病気に感染し幹にコブを形成して 多数故死してしまうことがある。ミネソタ州ではーコレスポリオイズによるカンカーも多発している。サビ菌の仲間には前期のように2種類以上の植物に交互に感染して過ごすという生活感を持つものが多いがエンドクロノルチアムハークネサイは末から末へと感染することができる。この菌による病気はウエスタンゴールと呼ばれる。 このような菌は早期に蔓延してしまうことが考えられ、危惧されている。コントルタ松との雑種は、発疹サビ病とイースタンゴールに対する、感受性が純粋なものよりも高くなることが確認されている。他の松と同じように、木材として使われる。本種の木材はコブによる変形が多く、普及に対する耐性も高くない。このため木材としてだけではなく、 粉砕して、パルプや燃料とするなど、やや低級な使い方もされる。電柱に使われることもある。ありがとうございます。